グロース・ウィーベラウは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州ダルムシュタット D 郡に属し、オーデンバルトの北端に位置する。グロース・ウィーベラウは、787年に、初めて文献上に記録されている。グロース・ウィーベラウは、1312年に、都市圏を獲得した。中世には、周囲の森を包むビルトバンネスドライアイヒに含まれる30個のビルト風フ呂フからなっていた。 グロース・ビーベラウは、北は、ラインハイム、東は、ブレンスバッハ、南は、フィッシュバッハタール、西はモーダウタール及びオーバーイコールラムシと境を、接する。グロース・ビーベラウは、グロース・ビーベラウ区のほか、以下の市区からなる。グロース・ビーベラウの市議会は23人の議員からなる。アイスにはシェルターがある。かつては戦勝の病院であった。 かつてのゲルシュプレンツタール鉄道は廃止されたが、ラインハイムとグロースビーベラウの間には、現在も貨物列車が運行されている。それ以降、バス路線6 9 3系統がオーデンバルト鉄道と結んでいる。この他に以下のバス路線がある。ありがとうございます。